はい、西肉ドットネットの鈴木です。今回はですね、DNS の設定というところを解説していきます。まずですね、あなたがですね、まあ、前回説明した通り、サーバーとドメインの方の契約を終わらせたら、次に、そのドメイン、まあ、借りたですね、そのサーバーに、名札を付けなくてはいけません。そのドメインというインターネット上の名札をですね、その看板を付ける作業があるんですけど、そこについて解説していきます。で、解説始まる前にですね、ちょっと弊社の紹介をさせていただきます。日進塾 .net というのは、創業17年目の、ホームページの制作会社です。で、もともとですね、 SEO をやりたくて、始めたので、SEO の方が得意です。で、ホームページの、制作、EC サイトの制作を SEO をやるためにやってきたような感じで、で、17年の間に、1700件以上の制作実績があります。で、そのノウハウをですね、すべてこのチャンネルで解説していくといった形になります。でですね、なぜね、ノウハウを全部公開するかというと、うちはですね、お客様に、こんなに大変なことをやっているんだよっていうところを、見ていただきたくて、公開していくんですけど、まあ、あとですね、これを見て勉強している、ウェブ担当者の方が、まあ、実際自分の、給与ですね、給与、自分が勉強する方の時間コストと、外注するコスト、どっちが天秤にかけて高いのかっていうところを、まあ、社長の方とか上司の方に、見せて、で、まあ、あわよくばうちに発注してもらえればなって思っちゃったりもしてるんですけど、まあ、とりあえず全部勉強すれば全部無料でできますので、まあ、どちらを取っていただいても構わないという感じですね。まあ、まあ、とりあえずうちの話はここまでにしておいて、本題に入ります。で、そのネームサーバーなんぞやよくわかんねえって、まあ、ほんと専門用語だらけでね、申し訳ないんですけど、サーバー買っただけだと、まだ動きません。ドメインを買っただけだとこれも動きません。で、実はインターネットでサーバーを買う、サーバーを契約するっていうことは、インターネット上の IP アドレスという、住所が割り振られた空き家を契約したことになります。いわゆるそのインターネット上の空き家の契約ですね、サーバーの方は。で、その空き家に対してこれからいろんなコンテンツなりなんなりいろんなものをね、メールアドレスをつけたりとかいろんなことができるんですけど、その前にですね、その住所、IP アドレスっていうのは数字の羅列なんですね。例えば、255.192.55.28 とかね、わけわかんない、そんなの覚えてられない。だからそこに名札なり看板を貼り付ける、それはドメインです。で、そのドメインも、お名前 .com で購入済みで、桜インターネットの、レンタルサーバーのスタンダードも契約済みで、いよいよこれから使えるようにするためには、そのネームサーバーの設定をしなければいけません。で、そのサーバーと名札の紐付けに関しては非常に専門用語だらけでめんどくさいです。本当にね、わけわかんないです。で、しかも一回やったら忘れちゃいます。うちみたいに、年がら年中設定してれば覚えてますけど、基本的には、一回設定したら終わりなんで、こんなのいちいち覚えてられません。ですから、ここですね、例えばお名前 .com にログインしてですね、ログインして、で、桜インターネットから契約情報を送られてきてますので、それをですね、スマホの画面でもいいですし、
印刷してもいいですから手元にまず見れる状態に用意しておく。そして、お名前ドットコムの方が365日24時間サポートしてますので、そこに電話をして、設定方法を聞くと、必要な情報さえあれば親切丁寧に本当にもう国内最大手ですのできちっと対応して教えてくれますので、それで設定をするという形になります。で次に、サーバー側の方でも、このドメインをね使うんですよっていうことで、他社取得のドメインの追加っていうのをコントロールパネルで行わなければなりません。でこれもですね実はもうなんだろうその、どこに何があるのかよくわからない、コースがちょっと違ってたりとか、あるいは、この動画を見た後に数ヶ月するともうコントロールパネル自体も今過渡期で、桜が、切り替えてる時期なのでもしかしたら変わっちゃうかもしれないので、これも電話をして、桜の方は平日の18時、6時まで午後6時までサポートしてますから、電話をして聞くと。でこの時はお名前ドットコムで購入した、何々っていうドメインで、そのドメインも、電話で聞くわけですから、全部口で言えるような形でなんか印刷するなりメモするなりなんか手元に用意しておくといいと思います。でこれを、両方、桜インターネット側とお名前側で両方で設定をして72時間をすると、使えるようになります。で実際に、設定してアクセスするとですね、桜の仮画面かなんかが多分表示されます。でうちは今ちょっ と,、仮画面見せれるところがないのでこんな感じになってますけど、まあ基本的にはこれで使えるようになるということです。でまあ本当にね、専門用語だらけでちょっとわからないところなので、ここはねもう本当にサクサクっと終わらせたいので、お名前ドットコムのサポートセンター、桜インターネットのサポートセンターの方に電話をして、それこそ、電話がねちょっとなかなかつながりづらいとは思うんですけど、基本的につながってしまえばそれぞれ5分10分ぐらいで終わっちゃいますので、それ、運が良ければ1時間ぐらいですかね、両方20分20分待たされてつながってで、まあ、1時間もあればここは終わっちゃいます。であとは待ちっていう感じですね、72時間待ちっていうような感じです。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。